どうも皆さんこんばんは、かかとどんでございます。ついにやってきました、ふにゃっとさんとのコラボ。はい、ということで今回は、まあ、自分のフレンド その中心に置いてる妖怪だけを使ってワイマネ稼ぎ対決、今回やっていきましょう。では早速キャラの方見ていきたいと思います。かかとと、さあもうこのゲームはね、もうフレンドにかかっていますから、ここでいいのが出ればまあ勝ちに近づくということで、ハロニバニアゲットです。まあまあまあ、1体目にしてはまあそこそこいいの出たんじゃないでしょうか。次もうちょっといいの出てもいいんだけどね。まあ一回いる。あ、ついでにお前も。他にはいないな。悲しみの、さあ、あれから2時間ぐらいだったけど、みんなチームを変えてくれているのであろうか。あ、スザクいる、ラッキー。午前1時というわけで、こんばんは。はい、ずっと待ってていたところ、やっとアルルがね来てくれたということで、やっとこれでパーティーが完成しました。実質3時間かかったぜ。かかとと、さあ1匹ハズレのような当たりのようなやつがいるんですが、まあ頑張ればまあ勝てるでしょうということでやっていきます。で、一応今回の作戦としては、フィーバーに入る前に、ハロウィンジバニャン一発撃って、で、そこからフィーバーに逃げて、アルル使って、で、まあ、なんか他のやつやって、もう一回アルル撃てたらいいな、的な感じで、思っております。ただね、ちょっとフニャットさんの一番怖いところは、ほぼほぼ全キャラ持ってるんですよ。だから、そのフレンドの人がなんかすごい強いやつたくさん持ってるとか言ってたら、かなりちょっと、厳しいな、とはちょっと思っているが、あ、でも、うん。ある程度の手加減はしてくれるでしょう。というわけで本日のコメント読んでいきましょう。最近はずっと SS 以上しか出ない。あ、マジで言ってる。最近ニャンボさ、 SS のなんか持ってるのしか出ないんだけど、なんか本当に、さあ、そうこう言ってるうちにハロジバが溜まってるんで、まあ、必殺技使っていきましょう。倒さないかな。あ、よかったよかったよかった。ここであの倒してたら普通に敗北確定だったんで、よかった。とりあえずハロジバをもう一回貯める。さあ、ハロジバが貯まりました。もう準備は万端と言いたいか、アルルの必殺技が G じゃないんで、 OK、 G になりました。早速フィーバーに入っていきたいと思います。さあ、行きます。さあ、フィーバーになりました。早速アルルを使っていく。待って、アルルのデカプニが消えました。計算外がなことが起きました。秘宝アルルの火に消える。え、それだったらアルルを後に使った方が良かった。やらかした、やらかしたけど、まあ頑張ってつなぐ。まあでも一応今回2体はあのボーナス玉でまあ巨大化させるってやつもあるし、まあ、最強のマイクガーもいるから、まあ言うて負けんだろう。ここでハロジバを使っていく。 OKOKOK、 アルルに発明溜まった。これのまま G で撃っ、思ったよりいけたじゃね。だって一応これでもう一発分ぐらいは溜まってほしい。溜まってくれれば、また連続で撃つことができるから。オッケー、スザク溜まった。オッケー、ギリ、まあ、うん、悪くはない。このまま、いけ。意外といける。ハロジバいける、ハロジバいける、行こう。オッケー、オッケー、オッケー、悪くない、悪くない。え、勝ったんじゃないですか。勝ったんじゃないですか。さあ、果たして、何万円稼げたのか。そう、あれだから、いくら稼げたかが大事だから。あれじゃん、終わり良ければ全てよし、みたいな感じの。結果は、1550マネー。基準がわからねえ。